佐賀空港へのオスプレイ配備計画をめぐり、佐賀市は今月20日付で中屯地調査室を新たに設置することになりました。今後、住民説明会に向けての準備や国や県との調整を担うということです。オスプレイの佐賀空港への配備計画をめぐっては、県と県有明海漁協が結んでいる 空港を自衛隊と共用しないとする公害防止協定について、漁協側が先月見直しに応じることを決めました。これを受けて佐賀市は、今月二十日付で駐屯地調査室を設置することを明らかにしました。これまでは複数の部署で担当していたオスプレイの配備に関する業務を一元化し、今後は住民説明会に向けての準備や 国や県との調整の窓口になるということです。